7月22日、ジェフベックのステージウドミュージックフェスティバルは、2006年7月22日と7月23日に、日本国内で開催された、大規模なロックフェスティバルの一つ。ウド音楽事務所が主催した、この夏、ウッドストックの興奮が蘇る。と命打ち、大人の夏フェスをテーマに掲げた2006年開催の、夏フェスである。 2004年に開催したロックオデッセイの後継イベントで会場は富士スピードウェイと泉大津フェニックスを使用。開催形式は日本のロックオデッセイやサマーソニックなどと同様にメインステージへ出演するアーティストは日替わりで交代して両会場に出演した。また富士スピードウェイ会場にはワープドツアージャパンと題し、 ワープドステージと MTV ステージも設置。両ステージには国内外のパンクロックバンドや期待の若手アーティストが出演した。さらにキャンプサイトや多くの貴重品を展示したロックミュージアムも設けられた。ステージの模様は後日富士テレビ721で放送された。7月22日7月23日7月22日7月23日。 ありがとうございます。